い、こんにちは、サルウィンです。いきましょう、スクスト2というわけでスクールギャルサイガー2の実況をしていきたいと思います。ストーリー9話とかも撮りたいんですけど、一旦ちょっとあのね、人気投票とかスゴロクとか、あとねガチャやります。レアガチャ券が100枚超えていると思うんで、あ、139まで伸びてる。で、あと SR 以上確定ガチャとかもあるんで、 SR 以上確定ガチャ、あ、いいんだ、 SR 以上ね、 SR 以外見たことがない SR以上確定ガチャね。はい、真っ赤のサンマシナちゃん、はいはいはい、ありがとうございました。もう一発、うん、はい、どうぞ。真っ赤のサンマシナちゃん、はい、あ、遅いね、はい、あずさ、本当に SR しか出ないこれ。うん、というわけでいきますか。レアガチャ139回ね、まあ、なんか出るんじゃない、割とね、レアガチャって結構ね、いいもん出るんすよ。うん、あ、これはやめますか。さすがにないんじゃないか、採点演出。あ、うわーか。うわーは出るんだ。あ、すごい。採点演出だけど SR2 枚は出たんだ。あの、取ってた。うん。全部あれかと思った。危ない。ちょっと気をつけよう。やっぱ見よう。はい。真っ白サンマシナちゃんで、はい。まあ、うわーですね。スーパーレアですね。はい。スピニングダンサー。うん。はい。行きまし。お、来た！ありがとうございます！ありがとうございます。この青いのいいよね、マジ最高。やっぱレアガチャっすよ皆さん。レアガチャ、レアガチャ最高、レアガチャよ。スクールバスター、オーロラショガー、ユーリリパ、バックパックイン、メテオブレイク、ここ、はい、こんにちは。わお、わお、3枚目あー、嬉しい、嬉しいよ。でも、さとかちゃんとあこっちのやつも欲しい。でも、すげえな。めっちゃ引くじゃん、これ。でも、いいよね。かなり美味しいんだよな。ヘリオスエアレイド。やっぱり、お、まだスーパーレアも出る。ハイドニフェルノ。いやー、すごいな。エンジェルブート。3回も引いた。逆に言うと、さとかちゃんとあこっちのやつも引けると。うん。実際、周りでもね、ちゃんと引いてるっていう報告を受けてますから。私もいつか引けるでしょう。うん。幸先がいいです。幸先がとてもいいです。おっと、真っ赤のファイブモーションちゃん。もう一発いっちゃう？はい。はい、UR です、今度は。ヘルメスボンビング。やっぱレアガチャっすよ、ほんと、時代は。ユーリロッカン、時代なのか知らんすけど。ユーリリ旋風。ユーリリイズナー。はい、オーロラクラッシュ。ヘルメスブラッド。ヘリオスゴーザン。はい、ラストかな、メジャースナイプ。メジャースライサー。はい、こんにちは。間、はい、あれかな。ほー。珍しい、初めてかも、これ。そうだね、アクセラレイテッドハニー。やったぜ。おー、しかもイフやったんですか。まだまだこれからですよ、始まったばかりだ。真っ白一文字のジャンからの、はい、デカビームで、はい、スーパーリアね、はい、でも結構引いたね。はい、サクサクいくよ。うん、はいはい、真っ赤のファイブモーションちゃん、また引いちゃったか。はい、やっぱね、レアガチャっすよ。言われてましたね。オーラスナイプ、ユーリリボタン、ユーリリ旋風、パトリオットギャール。はい、こちらです。ございます。あーほ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 ー、イサギさんのやつか。アウトオブディストピア。へぇ、初めて弾いたんだよね。へぇ、エンジェルブーツ。はい、スーパーリアね。はい。うん、オーロシェラー。はいはいはい、この辺は巻きで多分編集しているかもしれない。まだまだ行く。ガンガン行くぜ。はい、薄赤のファイブモーションちゃん、なくはないやつね。はい、スーパーレア、わかりました。いやー、なかなか悪くないですね。もう1枚ぐらいエクレア引けると嬉しいな。真っ白の一文字のちゃんからの最後サビーム、それともスーパーレアが引けると、うん、なんか良くなったかな。うん、今んとこレアノーエスエアとかないんじゃない、全部レアだけって。あ、言ってるそばから来ましたね。これがフラグ回収です。はい、速攻で回収していく男ですね。はい、薄赤さんもしめちゃん、サイファトビーム、うわーをいただきました。そして、うん、はいはい、真っ赤なさんもしめちゃん、チュービーム、はい、スーパーレア、まあ、スーパーレアもね、バカになるんですから。うん、戦力アップには間違いなくなるんで。はい、真っ赤なさんもしめちゃんからのチュービーム、はい、スーパーレア。
まあまだまだこれからっすよ。いや、あとでも19か。うん。はい、真っ赤の3文字のちゃんからの中銀上。はい、うわーですね。はい、スーパーレア。ラストほい。あら、真っ赤じゃねえ。真っ白。三文字ちゃんからの中ビーム。ありがとうございました。いやー、でもね、十分な引きだったんじゃないでしょうか。というわけで早速強化していきたい。あ、でも強化っていうか、もうあれか。これでツバメちゃんがまた強くなったということですね。うん。足いてなら葵さんも強くなったと。うん。ラビリンス的にはでかいっすよね。心ラビリンス的な話をすると。うん。結構上がっちゃいますからね。あ、そっか。ここが次回に乗るんだっけ。うん。まあ、ちょっとね、ここラビリンスと、境界プラトーンはすでに終わらせています。あとはじゃあ、引いたメモか、いじりますか。あ、倍速にする、倍速にする必要ないか。うん。いや、これでまた結構戦力強化できるんじゃない？うん、まあ、正直ね、結構、ね、ばらまいちゃってる感じはあるんですけど。これ初めてかな。あんまり見たことない気がするね。バンバン打っていく。二丁拳銃っていいよね、なんかね。うん。拳銃っていうのはちょっといかついけどね。物理もいける。ガトリングガンみたいになってますかね。うん。かっこいい。あとが、これか。これも見たことない。アート・オブ・ディストピア。ファンネル。なるほど。嫌いじゃない。で、イサギさんってどうだっけ？どっちが強いんだろう。スーパーレアもバカになんないからね。まあ、一応強化しちゃおっか。うん。いやー、でもすごいな。UR の枚数がえらいことになってましたね。ほんと。うん。なかなかでございますよ。多いな。よいしょ。加えして、さらにこうして、こうして、加えして、着脱。イサリさんどうなるこれ。あ、でもそっか、いいんだ。まあ、ルナティックヘブンの方が強くて、こうなる。あ、でもイサリさん強くなるんじゃないですか、これで。うん。で、フェシリーファンクションよりは、アナスタシスの方が強いと。うん。まあ、嘘だもリンクメモかですかね。これで、イサリさんがなんと、イオティンを超えていくと。イオティン、はるかちゃんを超えたということですね。うん、また帰り咲きましたね。アシストメンバーに。で、モニカちゃんがここに来て、あれなんでだ。うん。ね、モニカちゃんがここに来て、はい。なんか私変な音した？うん。こうして、こうで、こうで。やっぱね、本人のがいいですからね、本人のやつがね。こうなり、こうなると。11万。うん、だいぶ弱い。で、こうなると、とりあえず、イサリさんがはるかちゃんと入れ替えになり。うん。で、イオティンの、ここが、ハイドミヒラネがプラス31か。結構いってんね。うん。覚悟しやがるより何なら高えってぐらいで、イサリさんネタこれだから、今こうして、ちょっと戦力落ちそうだけどね。うん。これで参戦率 98% か。うん。なんだかはるかちゃんが強くなっちゃったけどね。うん、まあ。まあ、ちょっと思うところはあるけどね。うん。まあ、それでもかな。うん。一応って感じかも。なんか、際どいけどね。正直、イサギさん入れなくてもいいんじゃないか説はあるんだけど、一応やっぱ強い順にしたいなということでね。うん。まあ、これでいいかな。はい。というわけで、なかなか良かったですね。で、まだ終わってないんだよ、この動画は。なんと。人気投票も見たい。すごろくもしたい。ちょっと多少編集でごまかしていこうと思うけど、ごまかすって言い方もあれですよ。結構倍速多めな動画になってると思うかな。ナイス連突かわいいよ。あと連突もしたいかな。あと何回だ？あとさ、
うん。はい。エリクターがね、結構枯渇しているので、やや見つめてくれたよね、ほんと。あらー、なぜか、戦闘。強化ポイント回収。はい。エリクター回収。はい、回収。でかいよ。いいよ。まあ、ダイスチャンスゾーンで結構使ってっからね。うん。ゴールしない。うん。はい、エクストラ。6。はい。3。いいよ。うまいよ。6。いいんじゃない？うまい。3。5。ゴールか。いいでしょ。いいでしょ。まだ3回か。できればもう1周ぐらいしたいんだけどね。あ、ナイスワープ。もうガンガンワープしていいんじゃないかな。うん。あ、うまい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 。まゆー。マジ、まゆー。これは一応欲しいかも。ダメか。うん。4回に来ました。はい。はい、こちら。いいぞ、いいぞ。稼げ、稼げ。いっぱい稼ぐぞ。これはナイス、うまい。なんかすんげえ当たり甘くない。なるほど、甘めでした。うん。ワープはなし。うん。1は出ない。強化ポイントをめちゃくちゃ回収していこう。6が出ました。メロンパン。はい、強化ポイント。ギフォ戦法か？ファーボールね。うん。はい、5階に帰ってきました。6一気に行ったね。レアガチャ券。あー、3個でしたね。うん。ないでしょう。はい、エクストラ。ガンガン行くぜ。こんなもんじゃ終わらないぜ。オッケー。10個上がるけど、また引っかかるんだ。うん。レアダイヤ。50%。避けられない。6階に来ました。レアダイヤ。ワープ。うん。ガンガン行こう。ガンガン行ってしまいましょう。とりあえず、ここでまでか。なんとかゴールましたね。7回来ました。4。あ、うまい。うまいぞ。特攻ガチャ券。はい、しかもエクストララストでね。うまい。ここでさらにいいものをゲットしたいかな。何かね。うん。クリア確定ガチャ券とかね。本物。50%。オッケー。はい、うまい。うまいぞ。うまい。牛歩戦法が巧みです。3。6は？あ、オッケー。3だぞ。3。3。4はダメ。70%よ。ありがとうございました。まあ、こんなもんですね。で、7回まで来ました。ということで。で、現実、私といえばあんまり見せてなかったんですけど、そもそもプロローグもまだ見てないんですけど、現在のランキング見ますか、とりあえず。トータルランキング、やっぱイオチン、いや、強すぎるやろ。これどうなってんだ、これ。あ、みんなイオチンが大好きってこと？すっげえさ、でもさとかちゃん3位。すごい差だな。一応ね、あれだね、こんな感じで20人まで見れるんだっけ。こんな感じですね。なんで、その他のランキング参加者みたいな感じで、こんな感じになってますけどもね。はん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 。ねっていう感じですね。今回一応37名になるのかな？あれ、小春ちゃん？あ、いいですか、小春ちゃん4位か。高い。すごいね。で、今の塗装得票数、投票数が1、10、100、1000、万、10万、100万、1000万。1000万？115万994、すごいね。で、アベレージランキングはアカラさんが1位となっておりますね。だから結構根強いって言い方なんだけど、そういうことになるんだよね。だいぶ変わってくるよね、アベレージランキングは。全然違うよね。ってことはあれなのか、あれだよね、アベレージランキングってことは支持者が多いってことだよね。だから一部の人がめちゃくちゃ、イオチンに関しては、なんか多分一部のすげえ熱烈な、熱狂的な人が、ってことだよな、多分。いや、さとかちゃん、でもイオチンなんかもうトップ10入ってませんからね。アベレージ、これ面白いよね。これはこれなんじゃないかなっていう。へえーって思いますよね。で、早速投票もしましょう。じゃあさとかちゃんにしかあげないんですけど。くらえ。ズバーン。エリクサーとか結構返ってくるんでね、ありがたいことですよ。言うほど返ってこなかったけど。で、ドーンして。はい、わかりましたね。結構でもね、探索エリクサー返ってくるんで、結構ぶち込んでもいいんじゃねえかな、というところですよね。で、これでさらに、あ、これ私あんまり理解してないな。これもっといろいろもらえるんじゃない？思ったけど。これどこで見るんだ？報酬か。あ、報酬で140がタイプライター。そう、これ一応小水辺なんですよね。で、今日が6日で9日までですから。どこまで行くかね。とりあえず200？いつものやつが100分の1になったみたいな感じかな、大体。っていうような感じですかね。そんな雰囲気ですね。だから実質今私が1万3000ぐらいなのかな、スコアで言うと。タイプライター欲しいね。とりあえず2万。いや、もうちょっと行きたいかな。結構帰ってくるとこもあるんで。で、でですよ。見ますか。ち
ょっとね見てないんですよね。これ結構長くなりそうですけど、まあ見ましょうか、プロローグね。うん、多分見忘れたの後ないよね。結局プロローグ専用私見たんですよね。大丈夫だよね。大丈夫だな。はい、ちょっと長くなるかもしれませんから見ましょう。はい、第6回人気投票スケジュールということでね、8日間となっております。はい、今日が6日なんでね、あと3日頑張っていきましょう。そうそうそう、こんな感じで小春ちゃんがね、かわいい。そりゃみんな小春ちゃんに票を入れたくなるよな。うんうん、いいよいいよ、小春ちゃんかわいいんだよ。ミネルちゃんとかもね、いつか来てほしいな。あ、本当にこんな感じで大丈夫なのかな。バッチリなんだよ、年に一度の人気投票だし、みんなにベストを尽くしてほしいんだよ。うんうん、今回の洗剤は思いっきり可愛らしくとのこと、多少あざといくらいでよろしいかと。うんうん、うん、それでこの衣装なんだ。小原さん、猫ちゃんの耳すごく可愛い、私の思った通りなの。うんうん、うんうん、ミネチンのチョイス最高、まだこういう衣装大好きなんだよ。まあ可愛らしいよね、確かに。今回は小春ちゃんが加わったから人気投票はさらに盛り上がりそうだね。うんうん、確かに。まあ、スイちゃんはね、まだ今度ってことだね。ね、聞いた話によると新しい選出基準もあるようですが、それがアベレージだね。うんうん。何でも得票数の平均を競うランキングもできるとか、おのおの熱量が試されますわね。これあれだよね。だからまあ、アベレージってどっちかっていうと、まあ結構熱意のある人たちが多いってことだよね、ある程度ね。で、まあ人、なんかもう個人がめちゃめちゃ力持ってるパティーンが、あれだね、どっちかっていうとメイン投票なのかな。うん。マナだってヨチン激推しなんだよ。この票は全部ヨチンに入れるんだよ。お前のせいだったのか、マナティンってなっちゃうけど。いつもヨチンが1位だったのはマナちゃんがこんなやってるからみたいな。うん。まあ、マナ様、随分お集めになりましたわね。ですが、こちらはお姉様と2人分ですわ。うんうん。その通りです。私どもの票は全て美穂様へ捧げますとも。うんうん。むむ、手ごわいんだよ。うふ、面白そう。じゃあ私も小春さんに全部投票するの。ミネルさん、私で大丈夫ですか？よく考えて投票された方が。おーい。スイちゃんが来た。ね、こっちに変なオブリが逃げてこなかった？いつもの。え、オブリが出たの？うん、投票権を盗んで逃げてったの。いつも通りの展開。出たー。関係者以外立ち入り禁止。いた！私の投票権返せ！あれは会場出禁オブリ。名前よ。これなんかついてんなと思ったら警備員がついてたのか。うん、その現場で迷惑行為を続けてイベント会場を出禁になったオブリなの。一緒にいるのはクイーンオブリだよね。猫耳メイドの衣装も盗まれちゃったの。クイーンうん、猫耳クイーンオブリってことだね。衣装を盗むなんて何が目的なんだよ。なんだか同条件での勝負ならば全ての票が私に集まるに違いないって言ってる気がするの。おう、盗作気味ですわね。オブリにも自分の殻を破りたい時があるのでしょうか。冷静な分析をしてるね。お姉様、なんだかオブリの様子が。何？合体でもするのか。なんです？あのオブリ、私たちを見ているような。はあはあ、みたいな。とても見ていますわね。これは、双子萌えしてるの。なんて言葉を知ってるんですか。うん。ああ、イサリチンとかガリチンに盗んだ投票権を捧げようとしてるんだよ。いいような悪いような。そんな困りますわ。そうです、盗んだ票を入れられても全然嬉しくありません。確かに。うん。っていうか、私の投票権小春に入れるんだから返してよ。複雑な気分。何にせよ投票権を盗むなど不届き千万。即刻退治して差し上げますわ。不正など許しません。お覚悟。勝つのは私たちの推しですわ。美穂ちんが勝つと。というわけで、人気投票も今年でとうとう6回目。私は何回目だろう。2017年は参加できなかったのかな。3回目かな。うん。今回はいつもの年と少し趣向を変えて、こちらの2種類のランキングを用意してましたよ。これはまあいいことですよね。うん。いろいろとね、なんか賛否両論あった雰囲気がありますから。トータルランキングは総得票数、どの子が一番、票数が多かったかで決まりましたよ。うん。まあこちらはいつもの人気投票とルールは同じましたね。うん。そして、アベレージランキングもしが、こちら隊長さん一人あたりの平均得票数の多さで決まりますよ。まあでも上位50名なんだよね、確かね。ただし、計上されるのは一人の子に50票以上投票した隊長さん、あ、違う。そういうこと？
50名じゃなくてか、1人の子に50票以上投票した隊長さんの票数のみ。まあだから下は見られないってことだね。50票以下の人の分は見られないってことか。そういうことか。そんな感じで今回それぞれの人気投票のランキングで1位になった子が、6代目エテルノクイーンになるもしよ。まあ6代目エテルノクイーンはまあ幼稚になりそうですけどね、またね。うん、つまり今年のエテルノクイーンは2人になる可能性が高いもしよ。そうだね、それは何より。うん、いつも幼稚ばっかりっていうところになんかね批判的なものがあったらしいですからね。うん、私はあんま詳しく知らないんですけど、ちょっとツイッターのタイムラインとかちょっとね見てね、ちょっと悲しい気持ちになったけど、まあ思うことはあるよね、確かに。うん、人気投票特設画面やホームの右上に出ているバナーから行くもし、直接ページ内のルール説明で詳しい説明をしているのでしっかり確認しておいてほしいもし。そしてそれぞれのランキングでハイある、はい、テルノクイーンの座に輝いたメンバーには6代目テルノクイーン専用のご褒美コースを進呈する予定もしよう。いつもの。さらに各ランキング上位2位までのメンバーがバトルに登場するエクストリームレアマルチメンバーの制作も決定した。おお、各ランキング上位2位までのメンバー、ははは、なるほどなるほど。へえ、これらの詳細は後日発表するもしよ。楽しみにお待ちくださいもしよ。改めて人気投票の開催スケジュールに上がります。まあ一応1位だけじゃなくて2位もちょっとね、だから結構ちゃんと考えられてますね。なんかね、ちょっとそういう批判的なやつを考慮してっていうとこかもしれんね。うん、今回の投票結果は6月10日の云々から速報として発表。もう、そうだね。今まだだ。そう。ここで9日まで集計し、投票して、なんで、結果発表が6月10日と。で、受賞式が19日目にってどこかあるとね。で、さらに隊長さんの投票数に応じた報酬も用意してありますと。うんうん。で、スコアが加算されるやつね。まあ、いつもの、ね。まあ、基本的にはあれか。ね。コスイベントだっていうことで、ね。うん。さらにタイプライター、なんかすげえいかついけどね、なんかもうなんだろう、でかい、めちゃくちゃでかく見える本来もっとちっちゃいんだけどな、なんかすごいでかい、なんかパイプオルガンじゃないけどさ、なんかすげえでかいオルガンとかに感じるよね。うん、でかいグランドピアノとかさ。はい、特別な称号もあるよということでね。うん、まあここはねすげえあれだよね。まあある意味プッシュするやっぱ推しメンがいる人はまあね、課金勢の方々はすげえ旺盛にやってらっしゃるんだなと思いますけど、私はね、ほどほどに、いつも通り、ほどほどにやらせていただきますね。うん。はい。はい、盛りだくさんですね。今でもいいですね。改善点が結構見られますからね。いいことだと思います。そして、来ました。キドルチャンネルに由来する新たな可能性が示される。アポっていうのね。歌っている。今回のイベントで投票を行い、投票スコアを高めることで、ココナッツペが高みに赤のバンガルコスのエサラメを購入していきます。闇をかけ、血を集めし者。それが、バンガル。というような感じでございますね。で、あとね、なんだっけ、何かをしなきゃいけない使命感に駆られたんですけれども、ちょっと見たこともう一回だけ。さっき入れた私の票がさとかちゃんに入ったかな。これはちょっとあれだね。つばめちゃんとさとかちゃん、小春ちゃんあたりで、ちょっと、このね、2位、3位、4位、競っていきたいね。うん。まあね、実際、すごいな。結構だいぶこんなに差が出るもんなんだね。うん、全然違うじゃん。トータルランキングとアベレージランキングのこの差が一体みたいなね。平均投票数な。うん。だからということは本当にあれなんだろうね、トータルランキングで押されちゃってるって言うかおかしいけど、押されてるメンバーってやっぱ多分個人の力がとてつもないのかもしれないね。押してる方がすげえんだろうなっていう、熱量を感じてすごくいいと思います。で、何かをしようと思ったんですけど、何をしようと思ったんだろう私。うん、そう、私 UR 確定ガチャ券まだ使ってないんだ。使う？いつまでだっけ。いつまで、そうだ、思い出した。あれだ、コスを買おうと思ったんだ。うん。コスを買います。交換所だったかな。6月9日までは、ちょっと決めときます。どうしようかな。正直悩んでんだよね、これ。まあ、ユーフォリアはもう一回ね、リライトしたんで、もう、あれですけど。まあ、個々人の力を高めていくというのもいいんですけど、まあ、なんなら一層もうネタで、またこの全チームからぶち込むかな。うん。で、いや、そしたらワンチャンリライトも使えるかもしれないからね、うまくやれば。うん。ちょっと全チーム37人ガチャしようかな。うん。そんな感じでいこうかな。で、UR10% ガチャとかも、ちょっとね、今回ガチャアパートめっちゃやったんで、一回今日はこの辺にしといて、あとはね、交換所で。今回交換所なんでね、こっから行けないんだっけ。
あ、いけないんですね。だからちょっと分かりづらいかもしれない。交換所の方にあるんだよね。これが。あ、これも交換しとく？結局、私としてはもうあれなんだよね。うん。まあ、エリクサ。探索エリクサ取っとくわ。これもね、確か6月9日そうだね。までなんで忘れずに。ですね。はい。最低でも300はもらえるんでね。で、これか。これを交換しましょう。ここにあるんでね。これね。新コスイベント用の。猫メイドコス。パキーンってことで、かわいいな。これじゃあ最後にこれを見てお別れしますか。あとはないかな。で、最近レアダイヤがめちゃめちゃ溜まってるんで、いいですね。これを元にまたちょっとエリクサー回収したりとかしていこうかな。うん。と思います。では、じゃあこのメモ化を見てお別れしましょう。サルカちゃんでいっか。はい。爆撃式ミヤンコハートを見たいと思います。出た。今のは絶対、萌え萌えキュン的な擬音だったと思うね。なるほどね。いいですね。メイド喫茶とかね。うん、いいと思います。メイドさんは、宝です。何を言ってるんだお前はっていうね。というわけで、じゃあ今回はこの辺で。戦力もね、徐々に強化されてきて、いい感じになってるんじゃないかなと思います。で、やっとこれでいろいろあれかな。で、あとはね、メインストーリー。Q は見たりとか、あとね、結構編集を凝りたい動画がありまして、ちょっとまだね、全然準備がね、で、まあ、やりたいことは見えてるんですけど、うん、あれやこれやといろいろやってて、なかなか手つけてないんで、まあ、ぼちぼちとね、やっていきたいと思いますんでね、はい。まあ、まったりとお待ちください。もうなんか結局1周年、私の1周年、2周年動画とかはもうなんか、ずれにずれてるんで、なんかもっと違うタイミングで、なんならあれかな、なんかスクスト動画はパート付けずっと継続できてるんで、まあ、パート1000とかで何かそういうのもやろうかなみたいな気持ちもあります。まあ、その辺はちょっとゆっくりとあんまり期待せずにお待ちいただけたら嬉しいですね。ではでは、さようなら。